皆さんこんにちは。セリーグの首位を走る阪神タイガース、しかしスタメン全員が好調というわけではなく、プロ3年目の佐藤輝明選手は打率2割台前半と苦戦を強いられています。今回は佐藤選手がスタメンを外される可能性について紹介します。6月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に敗北したタイガース、相手のイーグルスはパリーグ最下位で、タイガースの先発が今年絶好調の村上頌樹選手だっただけに痛い敗戦となりました。スコアは1対4。2番打者の中野拓夢選手が3安打を放ち、4番の大山雄介選手が2安打を放つ活躍を見せた一方で、3番のノイジー選手と5番の佐藤輝明選手が4打席で出塁、打点ともに0という結果に。2人がブレーキとなる形で4失点ながら8回116球の熱投の村上選手に報いることができませんでした。この試合内容はこれまでのタイガース上位打線の成績を端的に表したものでした。2番の中野選手は6月6日時点で打率3割1分5厘、4番の大山選手は打率3割1分2厘と好調。6月6日のイーグル戦では無安打1四球だった1番の近本浩二選手もシーズンでは打率3割2分2厘、出塁率は驚異の4.23で打線を牽引しています。一方で3番に座るノイジー選手は打率2割4分1厘、5番の佐藤選手は打率2割3分0厘と苦戦を強いられています。好調な1番、2番、4番に対し不調な3番、5番。素直に考えると後者の2人が打線のつながりを切っており、大山選手を近本選手や中野選手に並べた方が打線がつながるのではないかと思えるような状態です。岡田彰布監督は以前にもノイジー選手への苦言を呈しており、6月1日の試合後には打てへんならいつまでも使わへんよとスタメン落ちを示唆していました。それでもなおノイジー選手を使い続けていましたが、6月6日のノイジー選手は初回のチャンスに2ボールという有利なカウントから3球連続ボール球を振って三振。岡田監督は試合後に、立っとったら全部四球やんか、そんなん何十回目よとコメントしています。ノイジー選手がボール球に手を出し凡退してしまう傾向は以前から見られ、岡田監督は何回言っても治らないと苛立ちをあらわにしていました。いよいよもう俺も辛抱できひんからなと語り、メディアはノイジー外しをタイトルに掲げてこの発言を報道しました。好調な選手に挟まれ、一人低調なノイジー選手をスタメンから外したり、せめて打順を下げたりするのであれば、それは正しい判断と言えるかもしれません。一方でノイジー選手が厳しい立場にあるのであれば、佐藤選手もまた同様に厳しい立場にあるのではという指摘も一理あるものでしょう。ノイジー選手とともに大山選手を挟んでいる佐藤選手はノイジー選手よりも低い打率、昨年と比べても成績は大きく悪化しています。好調の大山選手の後ろを打たせるには成績が物足りないと言わざるを得ないでしょう。ネット上では相変わらず好調が長続きしない、フルシーズン戦える体力が備わってないとしか思えないといった厳しい声が、ボールがバットに当たらない、守備や送球が雑といった欠点を挙げて、ええ加減考える野球ができるようにならないとと苦言を呈すファンもいます。また必死にプレーしているノイジー選手に対し、佐藤選手は三振した後の態度がふてくされたものに見えると感じる人もいるようで、チームの士気にも悪影響を与えるなど、実力面以外について疑問視する声も。もっともこれらの意見は個人の感想によるものですが、佐藤選手を使い続けていることに違和感を抱いている人は多いようです。もちろん佐藤選手とノイジー選手では勝手が違う面も多くあります。まず打率こそノイジー選手に劣る佐藤選手ですが、出塁率、本塁打数、長打率ではいずれも佐藤選手がノイジー選手を上回っています。出塁率はノイジー選手が281、佐藤選手が327という数字。両者ともボール球を振って三振してしまう点などがファンから指摘されていますが、数字を見ると佐藤選手は打率を約1割上回る出塁率を記録しており、選球眼という点ではそこまでひどいとは言えないものになっています。助っ人外国人にこそ期待される長打も、本塁打数ではノイジー選手が4本で佐藤選手が8本、長打率ではノイジー選手が321で佐藤選手が440と、どちらも佐藤選手に軍配が上がります。単に打率の1点を見て2人を同列に扱うべきではないのかもしれません。また守備位置も外野のポジションについているノイジー選手と
主にサードを守る佐藤選手とでは話が変わってきます。どちらかといえば外野手の方が潰しが効きやすく、ノイジー選手をスタメンから外すことは簡単です。一方で佐藤選手に変えて起用するサードというのは選択肢が限られてきます。ついでに佐藤選手は外野での出場経験も豊富、ノイジー選手より大きく出場させやすい選手ということになりますね。もっとも佐藤選手は今年8失策を記録、守備面に不安や不満を抱くファンがいるのも無理のない話ではあります。何より2人には助っ人外国人と期待の若手という立場の違いがあります。佐藤選手は1年目から1軍で試合に出場、ドラフトでも大いに騒がれた大物選手ということもあり、ファンからの期待の声は大きいですが、年齢はまだ24歳で未来の明るい選手です。これからのタイガースの未来を背負う選手として試合に出場させる意義は大きく、我慢の大義名分もある立場となります。一方でノイジー選手は即戦力として期待された助っ人外国人、実は年齢を見ると28歳とまだ若い選手なのですが、この先何年もタイガースにいる保証は全くない立場の選手となります。何よりノイジー選手を使うということは他の選手の一枠をノイジー選手に割いているということ、ノイジー選手を使う分他の若手が割を食っており、それだけの価値のある成績を残せなければノイジー選手は当然スタメンから外されることとなります。岡田監督も以前記者から佐藤選手の不振を直撃された際に、佐藤はノイジーに比べたらマシとコメントを出しています。佐藤選手に対してはノイジー選手よりも長い目で見たい、まだ我慢をやめる状態ではないと考えていることがわかりますね。幸い現在のタイガースは2位の横浜 DeNA ベイスターズに 5.5 ゲーム差を開けての1位、上々の成績ですから、1位が安泰の間は佐藤選手を使い続けるのではないでしょうか。ただファンとしては今年は何としてもあれを取ってほしい年、念願のペナント制覇に向けて佐藤選手であっても不調であればスタメンから外してほしいという声は目立ちます。サード佐藤に固定するから裏目に出ると、時々でも佐藤選手の代わりにイーグルスからのトレードで2023年シーズンよりタイガースの一員となった渡辺亮選手の起用を求める声、スタメンから外れることはないってどこか自分の立場を安楽しているように見えるという指摘などがありました。戦術のような条件から佐藤選手のスタメン落ちは考えづらく、そのことが佐藤選手にとって良くない影響を与えており、危機感を煽ることで佐藤選手の成績を上げることができるのではないかという考え方ですね。今以上に成績が悪化していくと、極端に言えば打率が2割を切るようなことがあれば、さすがに佐藤選手をスタメンで固定するわけにもいかなくなるでしょう。デッドラインはもっと手前にあるかもしれませんし、そこに至るまでに打順が下がるなどの兆候もあるかもしれません。ファンの指摘がどれだけ当たっているかは分かりませんが、いつまでもスタメンの座が安泰なものだとは言えないでしょうね。デビューから2年連続で20本塁打を放ち、今年はさらなる活躍が期待されていた佐藤選手、ここからもう一度成績を上げてくれると期待したいですね。いかがでしたでしょうか。今回は佐藤選手がスタメンを外される可能性があることについて紹介しました。2度の大型連勝を終えて勢いに少しだけ陰りが見えるタイガース、スタメン選手の成績も明暗がはっきりと分かれ、岡田監督がどのような采配を見せるのかが注目されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。